はい、どうも皆さんこんにちは、ポールです。本日はですね、今シーズン絶好調の三原舞依選手について取り上げてみようと思います。グランプリシリーズでも2大会連続でショートフリーともにパーフェクトな演技で表彰台まであと一歩の4位というところまで来ていました。またですね、今シーズン行われる北京オリンピック代表メンバーの選考基準に記されている項目も複数の要件を満たしておりまして、あくまで全日本選手権が終わるまで何とも言えない話ではあるんですけれども、現時点で代表選考上、かなりいいポジションにつけていると言っても過言ではないかなと思っております。そんな三原選手、日本のフィギュアファンの多くの方はご存知の通り、ここまでの道のりは決して楽なものではありませんでした。そこで今回は三原選手のこれまでの競技生活をざっくりではありますが振り返ってみたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。レッツゴー。まずですね、本題に入る前に三原選手とはどんな選手なのかっていうのをザクッと紹介していきましょう。1999年8月22日生まれの22歳、パーソナルベストはショート 70.84、 フリー 144.49、 総合 214.95。 またですね、主要国際大会では2017年四大陸選手権で優勝を果たしております。でですね、三原選手の特徴をいくつか挙げさせていただくと、まず一つ目は軽やかさが非常に目立つタイプのスケーターであること。この軽やかさっていうのはスケーティングの他にもジャンプやステップなど全ての要素に言えることでして、本当に全ての動作エレメンツにおいて無駄な力みを全く感じられないっていうところが、この選手の特徴なのかなと思っております。2つ目は圧倒的な安定感。現状ですね、トリプルアクセルや4回転といった高難度ジャンプは組み込んでいないものの、5種類の3回転ジャンプを非常に精度よく飛ぶことができまして、なおかつ安定感が非常に素晴らしい。本当に滅多に転倒することがなくてですね、深夜に上がってからいろんな大会に多数出場していますけれども、試合の中で転倒した数って、下手したら片手の指が余るんじゃないかっていうぐらい、本当に転倒することなくしっかりジャンプを決めきってきます。でですね、今の話につながるところにもなるんですけれども、三原選手はフリースケーティングにめっぽう強い印象でして、こちらが三原選手がシニアに転向してから出場した主な国際大会と全日本選手権をまとめたものになるんですけれども、このうち赤色に塗られている大会がショートよりもフリーの方が順位が高かった大会、一方青色に塗られている大会がフリーよりもショートの方が順位が高かった大会でして、ちなみに白色はショートとフリーの順位が同じ大会で、ざっと見た感じでもフリースケーティングで底力を見せている大会の数っていうのが明らかに多いということがお分かりいただけるかなというふうに思います。といった感じで、ここまで簡単に三原選手についてざっくり紹介させていただいたところで、ここからは本題の三原選手のこれまでの競技生活をシーズンごとに簡単に振り返っていきましょう。三原選手は2013、14シーズンにジュニアに転向、そのシーズンの全日本ジュニアで2位に入りまして、全日本選手権にジュニアの推薦選手として出場するとショート20位と出遅れるものの、フリースケーティングで8位と巻き返して総合12位。翌シーズンの2014-15シーズンでは全日本ジュニアで7位と、昨年より成績落としてしまったものの、2年連続となった全日本選手権では9位と順位を上げまして、ジュニア3年目となった2015-16シーズンではジュニアグランプリシリーズで2大会連続で表彰台に上って、初のジュニアグランプリファイナルに進出を決めます。このように着実に実力をつけて順調な競技生活を歩んでいた矢先ですね、ここで三原選手に大きな試練が襲いかかります。全日本ジュニアの前から膝に痛みがあったらしくてですね、その痛みをこらえながら全日本ジュニアとジュニアグランプリファイナルに出場を果たします。そしてジュニアグランプリファイナルが終わって帰国後に病院で診察を受けたところ、若年性突発性関節炎、俗に言う若年性リウマチと呼ばれる病気が発症していたことが分かりました。この病気は1万人に1人がかかるとされている国が定めた指定難病の一つでして、病気が進行すると最悪の場合関節が破壊されたり命に危険が及んだりするという非常に恐ろしい病気でして、三原選手はこの原因不明の病を患うことになります。当然すぐ入院して治療に当たったんですけれども、そのことでですね、全日本選手権は残念ながら欠場、全日本選手権は病室のテレビで観戦していたとのことです。年明け後の1月に退院するものの、車椅子生活を余儀なくされまして、病気が判明してから約4ヶ月後の2016年4月に氷の上で再び練習を再開しました。
そしてここから三原選手の逆襲が始まります。 2016-17 シーズンはシニアの舞台に活躍の場を移すことを決意しまして、シーズン初戦でもあり自身の復帰戦ともなったネーベルホルン杯ではショート2位から逆転優勝を果たします。またですね、初のグランプリシリーズとなったスケートアメリカでは3位表彰台に上って、続く中国杯では4位とグランプリファイナルこそ逃したものの、順調なシニアデビューを果たしていきます。そして1年前病室のテレビで眺めていた全日本選手権に2年ぶりに出場すると、ショート5位からフリー2位と巻き返して総合3位、初の全日本選手権表彰台に上ります。またですね、翌年の四大陸選手権では初優勝を果たしまして、自身初の世界選手権ではショートでジャンプミスがあって15位と大きく出遅れたものの、得意のフリースケーティングで大きく巻き返して、フリースケーティングだけなら4位、総合5位と大きくジャンプアップしました。翌月に行われた国別対抗戦では当時の日本女子のフリー歴代最高得点を更新するなど、1年前までは入院車椅子生活をしていたとは到底思えないレベルでの大活躍を見せます。そして迎えた自身初めてのオリンピックシーズン、このシーズンはショートプログラム、なかなかうまくはまらずにミスをしてしまう場面が目立ってしまって、フリースケーティングで巻き返すものの、グランプリシリーズ2大会ともにあと一歩となる4位にとどまってしまいます。さらに平昌オリンピックの代表争いをかけた全日本選手権でもショートプログラムのダブルアクセルでまさかの転倒、ショート7位と最終グループ入りを逃してしまいます。それでもフリースケーティングではショートのミスを全て跳ね返すかのような完璧な演技を披露して、総合5位に入ってきて、平昌オリンピックの出場枠こそ逃してしまうものの、ファンの心に大きく刻み込まれるような演技を残してくれました。その後の四大陸選手権では優勝こそ逃したものの、2位に入って2年連続の表彰台、翌シーズンの2018-19シーズンもグランプリシリーズ2試合に出場してそれぞれ4位と2位、全日本選手権ではショートフリーともに完璧な演技を披露。この年もですね、惜しくも表彰台を逃して世界選手権の代表の座をつかむことはできなかったものの、3年連続の出場となった四大陸選手権では2位で逆転して3位と三度表彰台に上ります。とまあここまで惜しいところで表彰台や代表の座こそ逃してきたものの、ファンの心に大きく刻み込まれるような演技を数多く披露してきた三原選手。そんな三原選手に再び大きな試練の時期が訪れてしまいます。2019-20シーズンですね、こちら体調不良のため夏頃のアイスショーの出演を急遽取りやめると、シーズン初戦となるはずだったロンバルディア杯を欠場、秋になっても体調が戻らず、その後予定されていたグランプリシリーズと全日本選手権の予選となっていた近畿ブロックも欠場して、結果的にそのシーズン全ての試合を欠場して休養することになりました。この体調不良が以前の病気と関係しているのかどうかっていうところははっきりと分かってないんですけれども、1シーズン丸々全休せざるを得ないほど、調子が芳しくない時期が続いていたっていうことは間違いないようです。ただそれでも強いのが三原選手、シーズン全休した翌シーズンの2020-21シーズンですね、10月上旬の近畿ブロックで実に566日ぶりとなる競技会復帰を果たしまして、3位表彰台に上ってきました。また10月末の西日本選手権では近畿ブロックでは飛ばなかったトリプルルッツトリプルトーループのコンビネーションジャンプまで復活させまして、2位表彰台、その後の NHK 杯や全日本選手権にも出場を果たして競技の舞台にしっかり戻ってきたっていうことを印象付けるシーズンとなりました。そして迎えた今シーズン、自身2度目となるオリンピックシーズンとなるんですけれども、アジアンオープントロフィーでは2年半ぶりとなる国際大会での優勝、また冒頭にお話しした通りグランプリシリーズ2大会もショートフリーともにノーミスの演技を披露して存在感をしっかりアピールして、自身初のオリンピック出場をかけて全日本選手権に臨むといった感じになっております。はい、という感じで三原選手の特徴やこれまでの競技生活をざっくりではありますが振り返りながら紹介させてもらいました。これまで数多くの試練や苦難を乗り越えてきながら過ごしてきた競技生活、4年前取り損ねたオリンピック代表の座を今度はしっかり掴み取ることができるのか注目していきたいところです。このチャンネルではこんな感じでフィギュアスケートに関する動画をいろいろと投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter やブログなどもやっております、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。